皆さんどうぞ、こちらが、工藤健太郎先生でございます。で、今日はね、先生ところのね、この、ラウンジにちょっと寄せていただきましたね。いろいろ昔の思い出話をちょっとさせていただいてるんです。で、まあね、感動ですね。やっぱり、約50年後の藤本武史役の工藤先生です。先生、すいません。ミラーマンのね、石田伸美さんが、一周期でございますんで、何かのファンのね、皆さんね、たくさん、もう100人以上ね、登録していただいてますんで、何か先生の思い出のちょっとなんか、コメントをいただけたらありがたいんです。いかがでしょうか、はい。はい。石田伸美です。僕がちょうど10歳か9歳年下なんです。はい。彼にとってはこれが初めての CM でね。ええ。うん。で、僕はこういう役柄で出て、やっぱり彼を思い立たなきゃいけないということで、それも高青年で一生懸命やりまして、まあどっちかといえば僕は、信行、信行って可愛がった子ですね。うん。思い出すのは、僕が車が好きで、ローダスヨーロッパという黄色い、ものすごい、市内で走れる唯一のスポーツカーと言われるんですが、車高1メートルで、で、地上が10センチのところにも座席があるわけですよ。そこに彼はロケーションに、大涌谷って箱根の大涌谷にロケーションに行くときに、火山のところを、ね、はいはい、隣の奥に出したら200キロ僕が出したスピード上だから、日々スピードゲーム走っちゃうような、ね、一発免停ですよ、先生。そうです、そうです。そう、当時。もっとスピードゲーム免停って言っちゃってね、信じろ、俺を信じろって言ったらね、かわいそう。信じろ。200キロですごい、そらスピード。新幹線みたいな、ね。車高1メーターでね、景色がうわーって後ろに飛んでた、そんなことがありましたね、彼はよく言ってくれるんだけど撮影所でみんなで待ってる時に5、6人みんな肩を椅子に座って待機してるわけですよね、はいはい、そうしたら彼よくエピソードで話すんだけど父さんの素早かったことって、サミジュニアさん大先輩がいるわけですよ、見たら博士ね、はいはい、ここからね、5キロライドしてそうだな、大きさこのぐらいの直径。10キロって言うとこんな大きいんだけども、それは上に据え付けるんだけども、5キロライトが、そう、5、6メートルの高さに立ってたんで、それの何の表紙か、倒れてきたんですよ。あららら。そしたら、イザミジュエスの頭を直撃するときに、僕がこの後ろに座って、これ、彼は、ノイリはね、工藤さんあの時1回転してパッと捕まえて、危機を救ったってよく払ってた。ずっと1回転はしてないけどね。一回でしたって言ってましたよ。それしてないよ。そうだ。応援しない。今日コロッとして、で、普通でこう止めたらいいのに、先生はわざわざくるっとこう回って、で、止められましたって言ってね。いや、そう言ってありましたよね。それはね、そうは確かにそんな感じに見えたな。カツンでバーッと、そこにも、ミサミちゃんの頭ですよ。これは、ね、おおだったけどね。ああ。即死しなくても、5キロライトが直撃したら、カツラかぶってそうでしょう。あれ、先生ね、すごい、ミラーマン見てるとね、結局、宇佐美純也さんのその、三谷博士と、和崎純也さんのね、村内中でしょ。ほんで、先生と石田さんが一番忙しかったような気するんですよ。そうですね、忙しい。やっぱり上は、ほら、マネジメントのクラスだから、こうしなさい、ああしなさいっておっしゃってるだけで大丈夫ですよね。和崎さんも結構、されましたけどね。やっぱり先生と石田さんが、かなり盛り上げて、そうそう。で、先生は、先輩でおられましたんで、で、石田さんは、まあ今おっしゃったように後輩でこう、まあニューフェイスだったから、こう引っ張り上げるよね。そういう感じじゃなかったじゃないですか。だから、結局先生はかなり、じっとね、見てるとね、本当そうなんです。先生がもう、こういろいろ、まあ問題引き起こしたじゃないけど、なんかストーリーを盛り上げてね、だとかね、それからまた、こうして走ってって、助けたりとか、助けられたりとか言ってね、それはやっぱり、黒野先生のね、やっぱり、その、独断場で、まあ、主役はもちろん石田さんなんだけども、先生のご活躍なかったら、もっとしぼんでなかった。それはやっぱりね、脚本とか、監督の問題なんですよ。ああ、そうなんですか。藤本武史っていう役をもっと幅広げで活躍させれば、信行、加賀見京太郎が光るなとかね、そういう場面で、じゃあ、藤本武史に助けさそうか、ということで、帰ってくるし、監督がカット割り決めるしね、そういうことで、
叱っちゃうんじゃないのかな。なるほど。うん、あ、じゃあほら、何にしようかな。っていうのとな、写真。彼もね、このお店、はい、2、3回来てるんですよ。ね、ちょっとおっしゃってましたね、それで。はい、京都に、あの、時代に行ってる東映に、パッとここへ寄ってくれるわけ。うん。あ、それ言います。うん。でね、一緒に撮った写真がね、あ、これだ。これも。あ、これの上。ああ、はい、で、イブこれ、イブ銀行の一緒に来たね、イブ。ちょっとすみません、失礼します。うん、はい。これ僕ね。見るかな。はいはいはい。あ、奥様ね。うん、これ奥さん。はいはい。これファン、ファンの方。はい。あはは、うん。はいはいはい。こんな撮りました。はい。まあ、はい、他にもあるんだけどね。2、3回来てね、そんなお話をいろいろして。あの、共演の方でね、うん、あの、あさこさん、あの、沢井さんは、あの、ニューフェイス。で、一時さんは、もう、はい、言うでしょうね。はい。はい、はい、で、結局、まあ、宇佐美純也さんは、僕らのよりもかなり上の、で、あの、オールドファンのね、あの、大先輩で、うちの、まあ、世代的にはやっぱお袋とか、親父はよくわかってる世代だ、ね、じゃないかと思います。で、結局、まあ、和崎さんとか、工藤先生とか、石田さんね、あの、三人がね、結構ね、あれだと思うんですよ。ファンにとってはあって。で、和崎さんは先ほどちょっとね、あの、お尋ねしましたように、かなり皆さんも時代劇があって、ファンで、うん、先生も言い方だって今、ちょっとね、うん、おっしゃってました。非常にあの、そうですよ。思い出ございますですか。和崎さんも結構、あの、見てはって、いう話なんで、うん、もしもなんかコメントいただけるんだったらありがたいんですけど、ね。和崎氏も。はい。だから、うん。単に、ああいう、おっとりしてね。うん。人柄すごいいい男。やっぱり、まとめにするかな。あの自分の戦闘機して、おい、こうしようやっていう、あれじゃなくて、なんとなく、まとめようっていう、そういう意志が。ああ、そうです。チーク的な立場の男ですよ。ああ、うん。ちょっとすっときょうはね、ちょっとボケたことで。ああ、茶目っ気があるって書いて、ね、おられましたね。うん。笑いしてくれる。そうですね。じゃあ、その、ウィキなんかだった先生のことはかなりよく、あの、書かれてる。ご存知ですか？ウィキペディアってあって、先生の、あの、ええー、あれは先生は結構、あの、略歴とかね。和崎さんはね、あんまり書いてないんですよ。ああ、そうなの？ええー、あの、まあ、出演のその、あれは多いんですけどね。あの、ずっと書いてあるんですけどね。どういう、まあ、お人柄とか、そういうのはね、あんまり、まあまあ、それはプライベートのこときっと悪いと思うんで、あんまないんですよ。だからね、結構みんなそれでこう、知りたがって、あの、見っていうようなことはあるかわからないですね。だから、その辺はね、あれかな。スタートはね、だから、僕はダイエット、僕は書いたけども、僕はその、欧米じゃなくて、いわゆる、通行人っていうか、エキストラいつも僕はやったから。ね、おっしゃってましたね。最初はきちんと、役好きは、きちんと映画でもなんでも、タイトル、名前、役なんの役、工藤君だろう。うんうんうん。タイトル必ず出るんですよ。はいはい。最初これ役で。で、ね。うん、でだんだんやっぱりいい役になってきましたから、最初は、セリフ3つ4つぐらいで、犯人に間違える不良少年とかね、俺じゃねえってやってるのは、今度は本当の犯人だったりね。うん、それですぐ、その優勝組が来たわけですよ。大試合ですよね。だから、僕の場合は、つまり、うん、そこ恵まれてたというか。いや、でも先生のやっぱりこう、僕は言うのは先生ですけど、ご努力のその、結集違いますの。いやーと思うなぁ。ね、奥さんはね。やっぱり奥さんいらっしゃるんですよ。いやいや。今はね、一週間で覚えるとか、立ち回りもすぐに覚えちゃうとか。そうですよ。そういうあれは、まあ努力はいや、こう言ったらなんだけど、そういうことをできになる、ね、あの、俳優さん、そんなに、今でもね、あの別にあの、誹謗中傷じゃないんですけども、いらっしゃらないと思うな。そんなにいてないと思うな。これ34話、33話の時だと思うんです。ああ、33話。はいはい。これでこうね、血だらけになってね、もう血の多い決心したんです。こういうのです、ね、こういうのです、ね。着替えしたり、こういう汚れるやつ大好きなんですね。夕日を拳銃も結構、ね、そうでおられましたね。いや、ここの表情がね、ミラーマンお前ってやつはってね、いうようなところですとかね、いうようなところがね、ほんとね、キリッとしたこの、
あの戦闘機に乗ってね、いらっしゃるんですね。いいなぁ、本当に。こんなキリッとした、そう、今できない。できない。まあ、それは。絶対じゃん。いやいやいや。これのメイン監督の黒田義行って言ったの。義行、はい。この近くにいたの。あ、そうでございますか。うん。だから、うちの店も奥さん連れで、2、3回来ましたよ。ああ、そうなんですか。うん、そう、それで僕の横浜の自宅にね、泊まってもらったりね。ああ、うん。あの、大魔神を、そう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 、大魔神をされた、うん、ね、あの、名監督でね、うん、おられますよね。あと映画も打倒一とかね、それから、せいさん、ミスニー監督にかなり、はい、4本ぐらい出てますよ、映画で。気に、ね、ずいぶんそうです。気に入られたねって書いておられました。ケン、そう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 。市川ライドさんのね、あれね。ネズミ小僧二郎騎士、林雄一ちゃんと、僕は幼馴染でね、藤村仕事夫婦役で、僕の映画のデビュー作家、ミスニー健二さんっていうのはね、はい、巨人大隈重信ってね、あ、早稲田の、それは僕も体験させていただいてないんですよ。ちょっと無理でね。暗殺する役なんですよ。あ、そうなんですか。暗殺できなかった。コウモリガサにね、はい、セリフが一言もない役でね、大学に入ってすぐその役が来たわけ。あれ、セリフがねえじゃねえかって、ところがみんなが、あれだって一言もセリフ喋らずにね、馬車で大隈重信が坂を上がってくるわけ。はそしたら、コウモリガサの中に爆弾、手投げ弾を持って、シジクラッとかぶってね、一馬隊にずっと立ってるだけなんです、最初。それでね、馬車がカッ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 、買ったわけですよ、馬車と僕が待ってるわけです。それで、通り過ぎ寸前にコウモリガサに手突っ込んで爆弾を、投げるわけです。ほんでね、車輪が飛んでね、ええ、で、それで、大隈重信は生涯足を悪くして、それに傷が戻る。本人はもう殺したと思って、暗殺したと思って、アイクチを抜いてね、これ本物使ったのよ。これそれを監督がね、本物でやってくれて。これ、ね、ウチポップやアイクチの本物ですよ。それを、首筋、これちょっと間違ったら本当この首筋痛いわけですよ。それ僕がやっちゃうんです、それ嬉しい。それがね、みんなにすごい褒められたの。それで、三隅監督も、それが気に入って、次のね、三本、続くざまのいい役で、配役してくれるんですよ。それが一発目なの。なんか先生、あれですね、こう、チャンスがあったらカッと掴んで、ほんでこう、登っていらっしゃるようなね、このタイプですよね。そうですね。その、だって、夕日の拳銃もそうだし。そうです、そうです。で、またその、夕日の拳銃のその、あれが、やっぱり皆さん目に留まって、で、ミラーマンとか、なんかそういうところにずっとおつながり、そう、されてるの。土曜日の空っていうのね、誰かの日を、榎並家をここ、3人の試合をね、出すの、そういうのどんどん続きましたよ。で、風と空もそうだし。だから、一本役が来たら、それをやっぱり掴んで、よし、それをきっちりやれば、次に繋がるという、そういうことですね。なんかそんなような、まあ僕らにね、こう、申し上げるのも僭越ですけども、なんかそんな気、随分します。はい。はい、今日もね、たくさんの方にご覧いただきまして、誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また、皆さんとね、このチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。では、ごきげんよう。さようなら。